ローニュでのクーデターに失敗したルイ・ナポレオンはアムの牢獄に閉じ込められていた。だがこの幽閉はルイ・ナポレオンの思想を進化させるまたとない時間となった。まず貧困の根絶を書き上げたことは彼の一つの成果である。フランス革命の時代はとうに過ぎ去った当時の時代背景を考える上でつい忘れそうになるのが、労働者階級は相変わらず何も手にしていなかったということだ。フランス革命によって貧困層の生活は何も改善していなかったし、貧困や労働者階級の存在はそもそも意識されていないというのが現実だった。貧困を解決するにはどうしても政治が介入する必要があった。またアム牢獄の彼の部屋の中には大きなパリの地図が貼られていた。その大きな地図を眺めながらルイ・ナポレオンの頭の中は理想的な都市の建設、つまりパリ大改造の夢でいっぱいだった。ルイ・ナポレオンは当時のパリの都市環境を激しく嫌悪していた。というのも当時のパリは決して現在のような花の都ではなかった。当時のパリは収容限度をはるかに超えた人口過剰の街となっており、通りはどこも狭く袋小路になっていて、高すぎる建物は空気の流れをせき止めていた。肉や魚や下水道、墓地のおかげでその空気は腐敗しきっていた。衛生観念というものがなかったために、その肉や魚屋はクズ肉や骨をそこらに放置したままで、それらは悪臭の原因となった。しかしパリの住民は悪臭の被害者というだけではない、彼らは悪臭の加害者でもあった。トイレが何十所帯が住む建物の中庭に1箇所しかないのが普通だったので、5階建て6階建てのアパートなどの上層階の住民は夜中にトイレに行くのは面倒とばかりに、人々が用を足すのは自室のおまるだった。そしておまるの中の内容物を窓から街路に投げ捨てていた。だから特に夜中に街を歩くと頭上から汚物を浴びる危険があった。その結果街路はほとんど共用便所と化しており、鼻が曲がるような悪臭と湿気が街全体に滞留していたのである。パリに近づくと街並みが目に入る前に強まる悪臭がパリに近づいていることを告げていたとも言う。ルイ・ナポレオンはパリの貧民街を一掃し、衛生上の問題を解決することで病気と貧困、暴力や犯罪をなくすことが社会政策の一環と考えていたのである。民主主義を実現して労働者階級の生活を向上させたり、パリ改造計画を実行に移すためにも何としても皇帝になりたいと思っていた。ところがその自分は今牢獄に幽閉されている。一体いつまで自由が奪われたままなのか。そんな時ルイ・ナポレオンのもとに父のルイ王の危篤の知らせが届いた。ルイ・ナポレオンは当時のフランス国王ルイ・フィリップに手紙をしたため、カリス国を認めてくれるよう頼んだが無駄に終わった。だからルイ・ナポレオンは脱獄計画の準備に取り掛かった。実はアム牢獄には盲点があった。それは出る者に対する警戒は強いが入ってくる者に対するチェックは甘いということだった。ルイ・ナポレオンはまず自室の改修工事を自費で行いたいという申請を出し、それは問題なく許可が下りた。その日の早朝、起床したルイ・ナポレオンはトレードマークの口ひげとあごひげを剃り落とした。ルイ・ナポレオンと体格の似ている一人の牛久が協力のためやってきた。ルイ・ナポレオンは牛久の脱いだその服を着て、牛久が加えていたパイプを加えた。その男になりすまそうというわけである。
密かに運び込んでおいた招き人形をベッドに寝かせ、毛布をかぶせると板切れを担いでゆっくり落ち着いた足取りでアム牢獄の門を出た。この際に保証の前で加えていたパイプを落としてしまうミスがあったが、ルイ・ナポレオンは慌てず自然な感じで落として割れたパイプを拾い集め、特に咎められることなくそこを通過できた。劇的な脱獄劇だった。夕方になってから牢獄の監視はルイ・ナポレオンのベッドにマネキン人形が寝ているのを発見したが、その時にはルイ・ナポレオンはすでにブリュッセルに到着していた。翌日新聞は一斉にこの劇的な脱走劇を虚飾混じりに報じたので、ルイ・ナポレオンは一夜にして有名人になった。また父親の死に目に遭うことも許さないルイ・フィリップ王の無情に対する批判は強まった。同年9月、父ルイ王はフィレンツェでこの世を去った。結局ルイ・ナポレオンは当時はオーストリア領だったフィレンツェに入国が許されず、父の死に目に遭うことができなかった。だがルイ・ナポレオンは母の死に続いてまたもや相続により一生遊び暮らしていてもなお余るほどの金を手にすることとなった。にもかかわらずその大金は瞬く間に消えてしまった。それは彼の人生における2つのパッションが原因だった。1つ目はルイ・ナポレオンは未だにフランスの皇帝になるという夢を捨てきれていなかったので、クーデターで行動を共にした部下やその家族に金を送り続けていたこと。そしてもう1つは女に対するパッションである。ある名女優と関係を結んだルイ・ナポレオンはその女性に散々貢いだ挙句、ある時ポイと捨てられてしまった。だがルイ・ナポレオンの女関係というのは尽くしたり尽くされたり貢いだり貢がれたり、さまざまなパターンが繰り返される。翌年の1847年に知り合ってたちまち深い関係になった23歳のハリエット・ハワードは彼の財政を陰から支える重要人物だ。もともとは女優を志していたハリエット・ハワードは美しい顔と美しい肉体を持つ輝かんばかりの美女で、ロンドンの社交界で評判の女性だった。その時ルイ・ナポレオンは一文なしで風采も上がらぬ38歳の小男だったが、ハリエット・ハワードは彼がナポレオンの甥というだけで十分だった。また彼が語るストラスプールやブローニュでのクーデターの話、アムの牢獄からの華麗な脱獄劇の話にハリエット・ハワードは胸をときめかせてしまった。ハリエット・ハワードには夫も子供もいたので、それを正直にルイ・ナポレオンに話すと、ルイ・ナポレオンの方は平然と、アムの牢獄にいた時に獄中の妻との間に生まれた二人の私生児の話をした。ルイ・ナポレオンは女を犠牲にして生きていく習慣も身につけており、ハリエットはその餌食となった。ハリエットは夫のもとへ走り離婚を申し出た。この駅兵連隊の幕僚を務める寛大な夫は何も言わずに離婚を認めてくれた上、ハリエットに莫大な資産、不動産、宝石を分けてくれた。ルイ・ナポレオンはハリエットの資産で生活を一変させた。つまり紐生活に突入した。ハリエット・ハワードは歴史を変えた影の重要人物と言ってもいいかもしれない。何しろ時代は1848年に近づいてきていた。1848年という年は世界各地で地殻大変動的な出来事の年だった。ヨーロッパ各地で君主制国家に対する自由主義、ナショナリズムの反乱が連鎖反応的に起こっていく。この連鎖反応的に起きたいくつもの革命を総称して1848年革命と呼ぶのだが、いよいよそのうちの一つ、
フランスで起きた2月革命が起ころうとしていた。ルイ・フィリップ王の7月王政が倒れるのはもうすぐだ。ルイ・ナポレオンはハリエット・ハワードの財力によって動き出すのである。1848年2月、突発的な革命が18年間続いたオルレアン家出身のルイ・フィリップの治世をわずか72時間で終焉させた。1848年という年は世界各地で地殻大変動的な出来事の年だった。ヨーロッパ各地で君主制国家に対する自由主義、ナショナリズムの反乱が連鎖反応的に起こった。この連鎖反応的に起きたいくつもの革命を総称して1848年革命と呼ぶのだが、ルイ・フィリップの治世を終焉させた2月革命はそのうちの一つである。ルイ・フィリップ王の7月王政下ではブルジョアジーのうちであってもごく上層部にしか選挙権が認められていなかった。1848年革命の2月革命はそうした選挙制度の改革要求に端を発して起こった。つまり2月革命は中小ブルジョアジーと民衆との間に思いがけず生まれた協調が生んだ革命なのである。こうしてフランスに2度目の共和制の時代が訪れた。2月革命の参加者たちというのは真面目な共和主義者で、いかなる個人の権利も奪うことなく自分たちの主義を通したいと望んでいた。ロンドンにいたルイ・ナポレオンは機は熟していないと考えて、しばらくは巧みに自分の目的と意図を隠し続けるつもりだった。25年間にもわたる陰謀と追放の経験は彼を優れた戦略家に鍛え上げていたのである。ルイ・ナポレオンは変動する国際的環境の中で絶えず陰謀を企てながら権力を求め続けた冒険家だった。まず彼が利用したのは大衆の間で伝説化されていた偉大なる叔父ナポレオンの名である。ナポレオンの名は時代の要請に不可思議な魔力を持って応えるものだった。腐敗した政治に飽き飽きした民衆はナポレオンの幻影に何かを期待していたのである。加えてルイ・ナポレオンが利用したものは女である。当時のルイ・ナポレオンの愛人ミス・ハワードはフランスでの朗報、ルイ・フィリップの退位の知らせを聞くとルイ・ナポレオンにこう言った。私の財産はお好きなように使ってください。だがフランスは未だ騒然としていたので、ルイ・ナポレオンとミス・ハワードは冷静に事の成り行きを見守っていた。春になると第1回目の普通選挙が行われたものの、ブルジョアジーと労働者階級の対立は激しくなっていった。ブルジョアジーは共和制の樹立を一応の成果と考えていたのに、労働者階級は革命の徹底化を図りたかったことが一因である。ブルジョアジーと労働者階級の対立の溝を決定的に深めたのはその延長線上に起きた6月事件である。1848年の6月事件というのは失業救済のために創設された国立の作業所が解体されることになったことに対して怒ったパリの労働者たちが蜂起した事件である。結局労働者たちは徹底的に弾圧されるに至るが、2月革命で協力体制にあった中小ブルジョアジーと民衆との間の関係は崩壊した。ルイ・フィリップ王の時の7月王政とは言ってみればブルジョア君主制だったが、
結局その後を継ぐのはブルジョア共和制だけであるという事態が誰の目にもはっきりと見て取れた。11月になると煮詰まった議論の末に共和国の政治形態が決定された。アメリカの政治形態を真似て任期4年の大統領制が取られることが決まった。ミス・ハワードはルイ・ナポレオンに言った。ルイ、いよいよあなたの出番よ。私はあなたのために世論を盛り立てなければいけないわね。繰り返しますが、私の財産はあなたのお好きなようにお使いください。大統領選挙はいよいよ12月に迫っていた。ミス・ハワードは自分の人生をルイ・ナポレオンにかけていたので、彼女は土地や宝石、家具を売り払った。そして新聞記者、風刺漫画家、シャンソン作詞家を買収し、行商人たちを使って全農村にルイ・ナポレオンの経歴をばらまいた。ミス・ハワードの行った宣伝キャンペーンに費やされたのは未曾有の額だったが、その効果たるや絶大だった。ルイ・ナポレオンは大統領に選ばれた。それも圧勝だった。総得票の 75% を獲得したのである。ストラスプールとブローニュの一騎で2度も囚人となり、萎縮に化けて脱走した男がわずか2年半後にはフランス共和国の初代大統領になろうとは、一体誰が予測できただろうか。帝政の復活というルイ・ナポレオンの無双はこうして一歩実現に近づいたのである。同年12月22日、ルイ・ナポレオンは大統領官邸のエリゼ宮に入った。この晴れの舞台に参加した一台の四輪馬車にはミス・ハワードの姿もあった。馬車の中のミス・ハワードはいつの日か皇帝の妻になる夢を胸に、ルイ・ナポレオンの姿を誇らしく見つめていた。馬車は歓声に包まれてエリゼ宮へと向かう。そのエリゼ宮はミス・ハワードにとって鬼門となること、馬車の中の彼女はまだ知らない。その時エリゼ宮を牛耳っていたのはマチルド公女と呼ばれていたマチルドだった。マチルドはルイ・ナポレオンのいとこで、女をもてあそぶことしかしなかったルイ・ナポレオンが一度は真剣に結婚を考えた女性である。マチルドはロシアの大富豪と結婚していたものの、夫の暴力に耐えかねて別居状態になっており、フランスに戻ってエリゼ宮でのレセプション、舞踏会といったことを取り仕切っていた。かつてルイ・ナポレオンと婚約した頃のマチルドは色白ですらりとした美少女だったが、30歳近くになっていた彼女は肥満気味だった。マチルドとルイ・ナポレオンのロマンスの時代からはすでに15年ほどの時が流れていたのだ。マチルドは陰険な性質だった。その陰険なマチルドの毒牙にミス・ハワードの運命はいたぶられようとしていた。そして未来の皇帝の妻となるウジェニーもその毒牙によって皮肉な運命をたどることになるのである。この3人の女性の運命は一体どのように絡まり合うのだろうか。フランスでは1848年にルイ・フィリップ王が退位していた。第二共和制の時代が始まり、大混乱がようやく落ち着きを見せ始めた翌年の1849年にウジェニーとその母マヌエラはパリに出てきた。失恋続きだったウジェニーはマドリッドの眩しすぎる太陽に嫌気がさしていたのだ。だが悲しみでいっぱいのウジェニーにとってパリもまた彼女本来の明るさを取り戻せる場所ではなかった。その頃パリにはやはり沈んだ気持ちで日々を過ごす女性がいた。
大統領になったルイ・ナポレオンの愛人、ミス・ハワードである。ミス・ハワードの悩みは、もっぱら大統領官邸のエリゼ宮に出入りできずにいることだった。ミス・ハワードの献身的な努力のおかげで、ルイ・ナポレオンは大統領という国家最高の地位に就いたというのに。というのも、エリゼ宮の一切を取り仕切っていたのは、ルイ・ナポレオンのかつての婚約者、マチルドで、彼女はミス・ハワードだけは絶対にエリゼ宮へ迎え入れようとしなかったのである。ミス・ハワードはイギリス人で、祖父がブライトンのホテルオーナー、父親が靴工場の持ち主だった。15歳の時にジョッキーとロンドンへ駆け落ちし、女優になり、その後18歳でパトロンだった陸軍少佐と結婚した。子供も生まれて社交界でも人気者になり、しばらくは平穏な生活を送っていたが、ルイ・ナポレオンと恋に落ちると夫の元へ走り離婚を申し出た。寛大な夫は何も言わずに離婚を認めてくれた上、莫大な資産、不動産、宝石を分けてくれた。一方、マチルドの方もロシアの富豪である夫とは離れて暮らしてはいたが、それはその夫の暴力に耐えかねてのものだった。だからミス・ハワードのそういった自由奔放で成金的な経歴が気に入らなかったのかもしれないし、またはロンドンで評判だった美しいミス・ハワードがかつての婚約者のそばにいることが気に入らなかったのかもしれない。理由は明確ではないが、とにかくミス・ハワードはマチルド公女から徹底的に排除され、無視されていた。ミス・ハワードは大統領であるルイ・ナポレオンにエリゼ宮への出入りを自由にさせてもらえるよう取り計らいを懇願したが、ルイ・ナポレオンは、マチルドがあなたをいじめはしないかと心配なんです、マチルドがあなたに面と向かって辛辣な言葉を浴びせたりするのを見るのは忍びないのです、と言ってまともに取り合ってはくれなかった。マチルドの私邸の方でも連日舞踏会が行われていたが、そんな時もミス・ハワードの存在は完全無視だった。舞踏会はパリを長らく不在にしていたルイ・ナポレオンが人間関係を作るのに必要なものであったが、そういった場をも活用して陰険な性格のマチルド公女はルイ・ナポレオンとミス・ハワードの仲を裂くことに躍起になっていた。かつてはマチルド公女はほっそりとした色白美人だったが、この頃すでに肥満しており、女性としての魅力を失いつつあったので、自分自身がルイ・ナポレオンの気を引こうとするような戦略には出なかった。だが代わりに舞踏会にマチルドが厳選したオペラ座の女優や踊り子などといった女性を何人も招き入れていた。女に目がないいとこルイ・ナポレオンの性格をよく知り尽くしていたマチルドの厳選というのは、若く美しくセクシーでルイ・ナポレオンの気を引くことはあれど、ルイ・ナポレオンが決して本気にはならないだろうというマチルドなりの計算にかなった女性ということである。ある日、マチルド公女は最近知り合ったばかりのスペインの伯爵夫人とその令嬢のマヌエラとウジェニー母子を自宅の舞踏会に招待しようと考えた。マチルド公女は思った。あのウジェニーとかいう娘はちょうどミス・ハワードと同じくらいの年頃だ。ウジェニーを舞踏会に招待すれば、噂はミス・ハワードの耳に入っていい当てつけになるだろう。それにいとこのルイはあの赤毛のスペイン娘なんかを本気で相手にするようなことはなかろう。ちょうどいい娘だわ。マチルド公主は早速マヌエラとウジェニー母子に舞踏会の招待状を送りつけた。
暗い日々を過ごしていたウジェニーにとっては、この舞踏会の正体は腰が重いものでしかなかった。ウジェニーはマチルド公女の自宅で開かれた舞踏会の部屋に足を踏み入れた。ウジェニーが部屋に入るや否や、すぐに大統領ルイ・ナポレオンは隣にいたマチルドに尋ねた。あの赤毛の美人は一体何者だ？マチルドは、つい最近パリにやってきたばかりのスペインのテパ伯爵令嬢、ウジェニー・デ・モンティホです。と言った。マチルドは、ルイ・ナポレオンの目つきを見逃さなかった。大統領ルイ・ナポレオンは、貪欲な眼差しでウジェニーの、あらわな両腕、肩、優雅なうなじを眺め回し、10分も経たないうちに暖炉の片隅でウジェニーを口説き始めた。その時マチルドの頭にはミス・ハワードをルイ・ナポレオンと引き離すことしかなかったので、マチルドはこの始まりかけた恋を大いに煽った。だがやがてマチルドはそのことを大変後悔することになるのである。マチルドはまさかこれが本気の恋になるとは思ってもみなかったのである。ルイ・ナポレオンはウージェニーより18歳も年上だった。おまけに短足で不格好で、お世辞にも美男子とは言えなかった。だがウージェニーのルイ・ナポレオンに対する評価は好意的なものだった。というのもウージェニーもナポレオンの芸営に惑わされる種類の人間の一人だったからである。そんなわけで二人の恋ははじめ順調に見えた。ルイ・ナポレオンはウジェニーから最終的な心よい返事をもらうことはできていなかったものの、狩りやオペラで時間を共にし、見事な花束も受け取ってもらえた。しかし6月、ルイ・ナポレオンがサンクルーの別荘にこの母子を招待したとき、なんとも気まずい出来事が起こってしまう。そのお話は次の動画でお話しさせていただこうと思いますので、またぜひささやき女官の館へお越しくださいませ。本日は最後までご視聴いただきありがとうございました。皆様とまたお会いしたいと思いますので、チャンネル登録とベルマークの通知設定の方をよろしくお願いいたします。